2024年10月25日午後13時緊急で招集かけたんだけど、アンヤという事故物件に今回宿泊しようと思う。フィッシャーズとかはじめ社長も動画で撮ってるんだけど、アンヤとは過去に自殺や事故で人が亡くなったいわゆる曰く付きの物件を買い取り、一般人に宿泊させたり運営している団体のことなんですが、そんなアンヤの所有物件を買い取り、事件があった家の廃墟に住んでいる方が知り合いにいまして、今回無料で泊まらせていただきます。最近できた友達の小島さんです。小島です。友達です。どういう場所なんですかここは。大島テルとかああいうのに乗りそうな事件とか事故があったという物件なんですけど、ここ安いんですよ、めちゃめちゃね、家賃が。だから住まわしてもらってるというね感じなんですけど、すごいもう住めば都みたいなもんなんで、僕はもうここ長いんですよ、住んで。ここ事故物件ですけど、その事件の被害者たちがいるわけですよね。そうですね。その人たちが大家なんですよね。らしいっすけど、別にあんまりそこを深掘りしなきゃ別に住んでもいいんじゃねえかなと俺は思ってたんで。この廃墟の持ち主に出てきてもらいます。こんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。岡崎博史です。岡崎京子です。20年前に事件が起こったんですよね。起こった。概要を説明したいと思います。こちら2人が管理人の岡崎さんです。25年前に起きた岡本弁護士一家殺人事件って知ってる？まあ一応ニュースになったからね。知らない、まあ、全国ニュースにもなったんだけど、その事件の現場です。ここ、もともとこの場所は岡崎弁護士の事務所で、25年前岡崎さんたちの父正和さんがアメズ教団という犯罪集団を調べ上げ、犯行の真髄までたどり着いた。そして団から目をつけられ、岡崎一家は事務所特定され、アメズ教団から一家の次男次女を除き全員殺されたらしい。でこれ次男次女。そういうこと？マジの子死んすぽよ。あんたさ、まあバカにせん方がいいよ。お父さんとお母さんとか兄弟亡くなられたんですよね。そうです。でその怨念が残った住居ということ で小島は金がないからこの場所に住んでるんですよね。そうっす。塩まいときは別に住めるし。アメズ団が行ってた犯罪は振り込み詐欺、戸籍の売買らしく、教団が捕まって事件はもう解決してるんですよね。まあそうですね、一応解決はしてるんですけども、あんまり思い出したくないですね。私はあんまりちっちゃかったので覚えてないことも多いんですけど、やっぱりあの匂いは忘れられないですね。たまにこうタンス揺れたりするよ、ガタガタって。怖いっていう感情はないんですか？あと俺の代わりにあのトイレから手出てきてお尻拭いてくれたりもする可能性もあるよ。だからそういう方面で仲良くなりたい、トイレと一緒に。いや違う、幽霊と一緒に。聞いていいか分からないですけど、事件当時どうでした？いやだから何度も言ってますけど思い出したくないんです。私たちたまたまベッドの下にいたので悪い人たちに見つからずに助かりました。隠れてたんですかその時？隠れてたっていうか遊んでたんだよね。ここで何が起きたかというと、殺人遺棄監禁が起きているんです。半分以上の人は泊まっても途中で帰るらしく、帰る理由は物理感触、触られたとか顔がグーって出てきたとか、ホラー楽しむ云々の域を超えてるらしいです。無理無理、帰ろ帰ろ帰ろ。人がいないのに露骨にしゃべり声が聞こえてきたりとか、心霊現象が多発する。何が起きても自己責任、安全も配慮されてないらしいです。何するん今日ここで。一泊します、この事故物件で。まあ帰るから無理。はい、助っ人も用意してる。パンパン。ヘリウムです。岸隆です。こんなに人数おるんやったら前いらんかな。ここ事務所もあるんですよね、弁護士の。そこで2人は経営されて今暮らしてるんですよね。はい。事件現場があった今の廃墟の場所で小島さんは住んでると。住んでる。ルームツアーお願いします。まずここ屋上ですね。これは基本金がないんで、これシソなんですよね。うん、シソ積んできたやつを、はい、食べてるんですね普段から。そう、これうまい。ジュースも作れるし、勝手に入ってきて散らかってるから気をつけて。こちらどうぞ。わーい、もう無理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 。え、ここは何の場所なんですか？ここはね、なんか物置やね。で、これは俺が土手から集めてきた土。自給自足とかするためのやつ。うん、だからもうそこ畑に変えるから、屋上を。これ誰の遺品みたいなもの。日差しがきつい時はもう使ったりもするけど。二人はなんでここをわざわざ賃貸して貸してるんですか？我々にとっても思い出の場所ですから。もったいないですもんね。だって住めますもんね。事件のこともあって、この二人ってお仕事はされてますけど、多少ね、その精神的な被害も大きいんで、家賃収入っていう副業みたいな副収入ないとやっていけないですよ。ここの外壁もめちゃめちゃ崩れてるんですよ。なんでこんなにコンクリートをただれてるの？それは俺がフィギュアを置こうとしてそこ破壊してる。お二人まだ生活あるんで、業者頼んで全部直すと。ザザって聞こえてるんじゃない？え？マジ聞こえてる？たまにちょっとあるよ。ねえ怖いって。酸素少ないな。ここに来た時からマジで息しづらい。アスベストのせいかわからんけどさ、喉めっちゃ痛い。じゃあ下行きますか。はい、はい、足元気をつけてね。やばいってこれ。え、なんかアパート形式になってるんですね。ねえもうお化け屋敷よ。こんなの。あのこれ見て。なこれ、なにこれ。俺は剥がそうとしたんだよ。なんの紋章わかんない。臨氷投射あんたさ、あんたさ、これ絶対剥がして気になるやつよ。見てこれ。待て、なに、待て、今何？男の今ガチで男の子聞こえてる。今笑い声聞こえた。ちょ待って、これ剥がしてからずっとなんか声するんよ。聞こえる？いや聞こえないんですけどね。あなたが住んでるのはこの場所ですか？そうよ。居住区。そうよ。上は俺の、 あの庭作ってる途中。そこは事件があった部屋です。ここは小島さんの部屋になると。そう俺 DIY で改装してるから。めっちゃやばい。めちゃめちゃ倒壊してる。崩れてる。ちょっと崩れてんのは経年もあるけど、ほぼほぼ事件当時のまんまで、で俺はここに寝袋を引いて寝てる。これ匂いやばくない？やばい。
で、なんか当たった。レイだ。レイがいる、ここ。時々、詰められるんだけど、まあ、詰めるぐらいならいいかなって。誰か触られた。どこまで思ったの？いや、俺も思ってんねんけど、でもさっき男の声聞こえたよな。いや、笑い声聞こえた。いや、アンヤってそういうのやろ。大丈夫なの？こんなとこ住んで。大丈夫。アンヤってさ、昔調べたことあるけど、やばい空気のとこに入った人、もういなくなって行方不明の事件とか。じゃあ、うちらってくる。これはもしかしたら大丈夫なとこだけど、ダメなとこに入って見失った人たち、未だに見つけられない人たち。行方不明ってことは、まあ、ちょっとね。あるよ、ガチ。海越えたところに売られてるのか、人質なのか分かんないんだけど、あの海外と繋がってる。海外のなんかカルテルと繋がってるみたいな感じ。事件はどういう感じで起こったんですか、ここで。ここにテーブルがありましてね。僕たちはここでかくれんぼしたんですね。みんなでね。この下にこう隠れてましてね。そしたら、今までね、聞いたことないような音がしてね。玄関からガタガタ聞こえてね。そう、大きな声でね、家に入ってきて。それがまあ犯人だったと。そうですね。でもその時父にかくれんぼの場所変えようって言われて、それで寝室に行ったんだよね。それでベッドの下にいたらすごい臭い匂いがしてきて、その後はあんまり覚えてないね。生々しいね。父と母と兄と姉がいて、でもお兄ちゃんとお姉ちゃんが出ちゃったんだよね。そうだね。お父さんとお母さん助けるって言って、これガチじゃん。倒壊したのなんで直してないの？まあ、ある意味僕らにとっての復讐ですからね、ここの場所は。復讐？ここを残すことで、いつまでも犯人には反省をしてもらいたいというか。まあ、歴史を残したいっていう意味でもあるってことですよね。なるほどね。壊したら、もう忘れ去られるからね。アメズ団っていうのは、もうでも逮捕されてるんですよ。そうですね。もう解散もしてるみたい、ね。結局犯人は死刑宣告になったんですか？死刑宣告だけど、まだ執行はされてないみたいですよね。台所とかもやばいもんね、これ。はじめ社長とかフィッシャーズ動画しそうだよ、これ。瓦礫はこういうのはもう、片させてもらう家賃払ってするんで、やっぱこういうのを全部プライマーとか全部また塗って、上のあのさっきのところみたいにちゃんと施工して、自前でやってくれるんだったらできる範囲でやってくださいっておっしゃってください。どうした岸井、どうした岸井君。ない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 、どうしたどうした、なになになに、もうダメだ。岸井さん殺されたとこだろ。どうした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 、ここは兄貴が殺されたとこだろうが。ちょおい出ねえやおい、ごめんなさいごめんなさい、ごめんなさい、いかにしろよ。さっきからどうしたどうした、ここは兄貴が殺されたとこだって言ってるだろうが。ごめんなさいごめんなさい、知らんかった。早く、はいはい、もう兄貴下げろよ。ちょ小島、どういうことや。ごめんな、ごめんごめん、本当にごめん兄貴、ごめんごめん、おばあちゃん本当すいませんでした、すいませんでした、落ち着いて。すいません兄貴。ほらわすごいグイグイ行くから傷口に塩塗ってる感じになっちゃったんですよ。あれじゃん。小島さんいつもトイレしてるんですよ。うん、知ってる知ってる。ここでいっぱい産んでる。ごめんなさい。トイレする分にはね、いいんですけど、興味本位であんまりグイグイ行くとね。いやでもすげえ臭かったの、ここ。だから今まで事件がたくさんあったから、こういう変なことに掘り出されるとこういう政治になっちゃうからやめろって。兄貴は臭くねえよ。ごめんなさい、違う違う、兄貴が臭いって言ってないじゃん。そうそうそう、そういうのはね、小島さんがトイレした後だからじゃない。トイレが臭いの。昨日ニンニク食べました、ジロー食べました。兄貴はニンニクが好きだったんだよ。あんまり刺激しないでよ、こうこんな感じで。ちょっと何を言うてもスイッチ入っちゃうとダメなんだよね。お兄さんどういう方だったんですか。え、お兄ちゃんはすごいニンニクが好きで、お笑いも大好きで、それで一番仲良かったんですよね。本当はお兄ちゃんと一緒に隠れたかったんだよね、あの日。お笑い番組見ててさ、それでさ、一緒に将来コンビ組んで芸人やろうなって言ってたのに。すごい兄弟愛だね。じゃあ小島さん一緒に組んであげたら。いや俺はいいよ、竹本明好きだから。平坂浩と、なんか言ったもんみたいな顔してる。だから人生は冒険やん。もうあんまグイグイ行かない。ちょ、外力チャンネル呼んでこい後で。誰それ。もう違う場所でも紹介しようか。でもそこまで言われたらモザイクかけるんで、ちょっと中身見てみたいっすわ。ちょっとだけね、本当に。どうしたどうした、なに、あ、いいの、モザイクかかってますよ。ちょっとモザイク、うん、何どうしたどうしたどうした、ちょっとやめて、誰か、ちょ、お前触った、触ってない触ってない、触ってないです。ちょっと、ちょっと、怖い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 、マジで臭めっちゃ一周する、めっちゃ臭。これはヒロシさんと京子さんのお兄さんが殺害された現場なわけですよね。そこから何、清掃とかしてないの。いや床は拭いてないけど、便器は多少は100均のやつで磨いたけど、黄ばみが取れないよね。めっちゃ臭いな。ねえ兄貴、あのヘリウムがトイレしたい。え、トイレする、え、していいの。お、何してんだよ。トイレですよね。まずはお兄さんに挨拶だろ。いねえよ、どこにいんだよ。挨拶してくれよ、まずお兄さんに。お兄さんのお名前は、お兄さんのお名前、いる程でいる程でいる程でいいから。アキラだ、アキラ。アキラこんにちは。漫画のアキラちゃうで。おしっこさせていただきます。それ流れない、上からあのシャワーの水汲んでくるか、下の散水線ひねってバケツで流さないと不可能だ。だからそのビチャビチャになってんの。なんでお前これどこに住んでんだ。安いから。出た方がいい。怖い怖い怖い。この人ちょっとおかしいよ、精神的に。ごめんね、また来るね。
ね、秋葉さんありがとうございました。お兄さんのことずっとそんなこと言ってるけど、お兄さんトイレにずっといるんですか？お化けって水回りにいるっていうから、ここ以外にもいるはずだけど、ここしかいない。兄貴の部屋だから。何、虐待受けてたの？ちょっと深掘りしないとこで。ここがお風呂。お風呂なかなか汚いぞ。これここで入ってるの？めっちゃ築50年以上経ってそうな。もうやっぱ秋さんの件もあるんで、あんまいじくるなっていう感じで、ちょっとずつ交渉しながら、銭湯は嫌なんで風呂入らせてください、魚泳がしていいですかとかね、水槽にしたいんですけどとかね、まあ、ちょっとずつ行かないと。そういえばそろそろハロウィンやね。本当よ、みんなハロウィン何するん？俺渋谷でゴミ拾い。えらい。弁当の残りカスとか酒の残りカスとかいっぱいあるやんけ、タバコとか。あれ揉んで中のカス出して一つのタバコにできるから。ここでハロウィンパーティーすればいいやん。ここで、いやこれはあかんよお前、家壊れてしまうやんか。でもさ、こういう曰く付きのとこでハロウィンパーティーしたら、ハロウィン気分を味わえるんじゃない？あ、幽霊出てくかもしれんしな。いやそれはダメですよ。おー、どうしたんですか？だってハロウィンはね、命日ですもん。25年前のハロウィンの日に事件起きたよ。そうです。だからハロウィンの日に絶対そんなお遊びするのはダメ。だる。お前らなめたこと言ってかもしれないけどな、ここは和子姉さんが死んだとこなんだぞ。アキラさんはトイレで亡くなって、和子姉さんがここで亡くなった。そうだよ。通りでさ、この辺の空気がさ、一段と悪い気がする。すごい、さっきから頭痛すごいの。冷たい熱帯魚みたいな感じで血がバーッとあったんですかね、当時は。まあ思い出したくはないですよ、本当に。何回忘るんですか。葛藤深いよね。忘れられないけど思い出したくもないみたいな感じ。てかさ、みんなマジで普通に喉痛くない？ガチな偏頭痛とさ、プルってこう寒気みたいな、ふっていう。待って、なんか触れ、なんかあれ、肩なんか触れられた感じしてんけど今。そうやろ。マジ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 。ちょっとずつしか片付けられないんですよ。だから。待って、肩触れられた感じして。何これ絶対なんか俺ここ。え、待って待って、こんなことなくない今まで動画撮影で。しかも全く何。だって今誰も触れてなかったよね。触れてなかったね。一旦出ようか。君らね、俺の部屋で騒ぎすぎだよ。待って、ここで一日過ごす。そう、ここで一日一泊する。バカじゃないの。大丈夫だよ。おもしくねえよ、こんな企画誰も。ちょ、こっち行ってなかったけど、こっちはどうなってんの？ちょ、ぽいと。あ、ここ畳の部屋になってるね。ここも崩れてるやん。まあ、でもこれ、俺が梁解体して、ここに置いてるだけやから。汚いな、この部屋も。なにこれ。え、めっちゃさ、ふにゃふにゃ言ってる。待って、血の跡みたいなのない、ここ。手とかじゃないよね。それ俺の寝汗。あ、こうやって、これでこう、腰が痛いからこうやって寝てるから。はい。そこで寝てんの？布団とかないの？布団とかはあるけど、美観損ねたらまずいっていう感じなんで、美観を徐々に頼んで、どうにかしてもらってる。美観の美の字もないけどね。だってほぼ解体現場や。え、これは何？これは円管火災報知器。何か、ガチなんだけど。知らん番号から電話来たんだよ。え、待って、わかんない。ちょっとかけ直して。マジで人質設定みたいな。知らない。誰か電話来たの？本当にわかんない。のご利用ありがとうございます。マジ？こちらは0800009です。これベトナムとかじゃないの？ただいまの時間帯はおつなぎできません。なんでそんなに来たの？え、待って待って待って、ええ数字の電話から来ちゃったこと？のご利用ありがとうございます。今流行の闇バイトじゃないの？闇バイトか、あとはその教団系の海外の支部の人たちがまたこうグイグイ来てるんちゃうんかなと思うけど、まああんま深掘りはしないよ。なんかあんまり痛くないんだけど、気分悪いって頭痛いし、喉も痛いし。こっちにも部屋ありますね。はい。ここは何の部屋なんですか？あ、父と母の部屋です。お父さんとお母さんが住んでられたところなんですか？あ、そうです、はい、寝室ですね。これ事件当時の布団そのまま置いてるんです。布団ぐらいは処分した方がいいんじゃないですか？いやだって小島さんが使うっていうから。そうそう、使ってもいいですかって言ったら、あ、もう遺品ですけどよろしければ捨ててもらうよりちょっと私たちはいいかなって感じなんですよ。よく現場の残ってたやつ使えるね。布団は布団やん。血のシミみたいなのあるけど。あ、出た。え、これなんすかこれ？下がるな！下がるな！どうしました？あ、もうどうしました？また怒っちゃうから。触るな！え、どうした？何があった？何今度は？怖い、目が怖い、目が。え、これなんかここに痕跡があるんですよ、なんか。触るなってだから。もうお父さんだよ。ここでお父さんもしかして亡くなられたと？亡くなったじゃないよ、お父さんの汗だよ。ここでずっと寝てたんだよ。お前の汗だろうが。もう色おかしいだろうがよ。汗の色はこれじゃないよ。どかがだって血だよ、血。血じゃねえよ。現実受け止めなよ、血なんだよ。汗だってここに寝てたんだって。あんたちょっとここ病院行った方がいいんじゃないの？野球中継見ながらこうやってうちわで仰いで見てたんだよ。そこにテレビがあったんだよ、そこに。あんたのお兄ちゃんだかなんだか知らないけど、なんのこのヒステリックもいいとこだね。お前うるせえよ。しょうがねえだろ、死んでんだからよ。死んでんだよ。怖い怖い。お前家族が殺された気持ちわかんのかよ。殺された気持ちはわかんない。わかんねえなら黙ってろよ。じゃあこんなとこ撮影許可すんじゃねえよ、お前も。お前らが面白がってきたいって言
言うからしょうがなくオッケーしたんだろ。誰も面白がってきてません。小島の DIY の撮影だって言うから来たんだろ。はって DIY はお前がもともとおかしいんだよ。だって出演料くれる言うから。だからこれはお父さんの使命。使命ごめんね。ほんとごめんね。すいませんでした。ごめんね。もう兄弟で仲良くするから自分不器用なんで。すいませんでした。てこ無理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 。お父さんが好きやったら何かしないよ。俺今もお酒も飲んでるよ。一家全自分半身しか分かんないけど。お前さもうやめろって言ってんの。ビール美味しいよ。もうほらほらお父さんと一緒に乾杯して飲んでるよ。この人たちは自分の命に変えてまでもお父さんとの思い出や感動をどうしてもこの世に生き残らせたいんだ。炭酸あるんですけどこれなんすか。あ、それ開けちゃダメ。どうしたした開けちゃダメ。どうしたなんですか小島。インテル入ってる。え、インテルが入ってるから。あのさ、君たちね、適当なこと言って触るともう今日撮影終わりになっちゃうから。小島も普段から開いてないの。もう俺開けてない。小島さん最初から桐崎に言えばよかったじゃん。こういうさ、撮影をどこどこまでやるよってこっちに言わないからこうやってヒステリックになるじゃん。ある程度の臨場。あー、上開いてて。あー、上開いてて。ちょっとダメでしょ。ごめんなさい、上はいいのかなと思って。先生、俺のあの、電気の配線関係ごめんなさい、ごめんなさい。で、ここなんだ、穴開いてる。これ DIY の首都中ですよね。そうです。そうだ、ここに Wi-Fi 入れるってね。あとちょっとネズミが出てパンツの股間の部分でかじっていくんですよ。だから、あの、殺草剤巻かなきゃいけないんで。前住んでたあのアパートもそうなんですけど、一回ちょっとネズミがいっぱい出ちゃうんで本当にパンとかかじられんのよ。壁かじり始めたり、俺のパンツかじり始めたりする。だから一回天井全部あの、引っぺがして穴塞いで、なんでちょっとこう開けてる感じ。俺の任意で再開してる。なるほど。うん、待って、なんか今つかないよ。待って、今待って。ふーって女の人の声聞こえた今。ちょっと、ほんとそういうのやめっぺ。たまに視界が真っ赤になったりする。こう部屋で寝てると視界が真っ赤になって全部金網張りになったりするんだけど、それも気にしてないから。なんかさっきから声聞こえたり、手なんか触れられた感覚がかかったりなったりと。これ何なんすか。それ序の口。俺こっちは来訪者だから序の口じゃない。あんたら住んどるかもしれんけどさ、これ何なの。家族が遊ぼうって言ってるのかもしれないよね。ちょっとあっちにも部屋あったけど何か踏まないで。あ、ちょっと待って。どうした何なんすか。あやめろ。すいませんでした。踏んだらダメなの。分かって踏んだらダメでしょ。ダメでしょ。いかつ、その空気読めなさ、いかついわ。あ、踏んじゃダメなんだ。ダメだって。これは何ですか。待って赤いチみたいな桜の種類。これ何これ、何これ。もう、いや、待って、マジでやばい。いや、これは兄貴ですよね。これあの、俺がブラックバスみたいな魚をさばいた時に三角コーナーもないから、そこにちょっとポイって魚の血拭いて捨てて。紛らわしいことすんなこれな。これいかにも血じゃん。蛇。うん、おい、貴重なタンパク源じゃないか。じゃあちょっとそちらの部屋に行ってみましょう。あ、なんかここに、なんでここの瓦礫が崩れてるの。あー、ここはあの当時アメズ団がバットでボコボコにしてたんです。それは何、人ですか、それとも壁をですか。この家を。エアコンとかも全部勝ち壊れてるよ。これ何、痕跡みたいな。これはわかんない。俺入って来た時にもうあったけど、どかすと怒られるから。おい、踏むなよ。何踏むなよ。踏むなよ、血踏むなよ。これなんすか、お姉さん。血状のですか。誰の。母の。母の血。お母さんの血。綺麗に片付けないんですね。これ片付けたら思い出がなくなっちゃうじゃないですか。当時撲殺されたんですか、もしかして。だからそこバットで引き裂かれた跡があった。頭とかバーンってやられたんじゃないですか。その血がここについたのそのまま今でも現状で残してる。25年前のもの。お母さんはそうです。で、上もまた電線剥がれてる。で、ここはベランダですね。特に何もなく。やばい、どうしよう、マジで喉痛い。見て見ぬふり大事よ。うん、知らんよ、来るよ。やっぱりお父さんやお母さん、この玄関まで逃げたんじゃないの。助け求めてさ、事件当時の血が多分ここら辺にバーって残ってる感じなんですね。恐ろしいだ。はい、したくなってきました。ここは弁護士事務所ですね。あ、ここも本当の事務所なんですね、岡崎さんたちの。はい。今でも二人でじゃあ弁護士されてるんですか。はい。俺はあんまり入らない。はい、どうぞ。これ入っていいんですね。はい、どうぞ。あ、ここはめっちゃ綺麗で。あ、ここでじゃあ普通に経営はされてるんですね。はい、そうです。で、あのボロボロになった事件現場を賃貸として小島さんに貸してると。はい。なんかあんな汚い場所住むやったら駅でホームレスした方がいいな。いつもの弁護士の時はどんな感じなんですか。いや、いつもは冷静ですよね。冷静に。意義あり。いや、それはゲームでしょ。いや、ちょっとやってくださいよ。意義あり。こらやんけ。すごいな、でもあの廃墟とこうやって弁護士事務所あらさってるって。ここだけじゃリフォームしたんですか。ここはもうちゃんとした、ほんと正式な職場としてお客さん来るから。ここはマジで綺麗やな、ここは。ここは
だリフォームし途中です。小島これ何猫よけのペットボトル。ここは心理要素ないな全然。でも僕たちが泊まるのはもう上階ですから。じゃあなんか裁判ある時はここにお願いしようか。まゆちゃんもっと生きているって。この人たちヒステリックすぎるって。発狂するかあんま信用できない。まあ精神不安定っちゃ不安定。まあそれはそんな事件があったらそうやろ。うん、しょうがないよ。それさ自分もその場にいたらそうなっちゃう。お父さんのお母さんアメズ団の事件の真髄を突き止めたわけですよね。はい。なんでそんな危ないことしたんですか。それはお父さんの正義感の強さというか、悪いことはもう悪いとして。でもやっぱ後になって思ってみれば、アメズ団に対して詮索したことによって家族やっぱ亡くなったりしたわけじゃないですか。そういう危ないことが起きると思わないで詮索してたんですか、アメズ団に対して。いや、まあある程度その命の危険は承知の上でお父さんは帰りに行って法の名の正義において活動したんじゃない。まあ実際本当に悪いことをしてましたからね。だから立派な方です。例えばどんなことですか。戸籍の売買とか行ってたんですよ、アメズ団は。戸籍って売買できるの。アメズ団の悪の真実を突き止めたことによって生きてる人たちがいるかもしれないから、お父さんはやっぱ正義のあることをしたわけですよね。偉大な人だよ。尊敬してます。でも二人が生き残ってよかったです。俺はこうやって出会えてないしね。お父さんのこの正義をね俺たちが引き継いで悪いことは許さないぞと。じゃあ皆さん今から地獄の生活始めます。上に登りましょう。また行くの。さあ俺の部屋か。ここ上に登って、そこ今事務所出て上に上がったらこの事故物件があるという感じで繋がってるわけですね。ここで24時間生活します。なんか気持ち悪くなってきた。ずるいって一人だけ抜けるだけ。帰るわ。あと一発男に放ってもらおうから。よっ戦国武将。マジ帰ったあいつ。一人目リタイアス。ここで皆さん24時間生活ということで事故物件、まず食事の時間にしよう。ここで飯食うの。どこに雲ある。お二人は弁護士事務所に住んでて別にここで生活してないかもしれないけど、小島はこういう事故物件暗夜で毎日暮らしてるわけじゃないですか。ですで普段の食を俺らもたしなむ。小島と一緒に飯出す。これも食料。何すかそれ。これなんかね白身。これ食えるよ。じゃあ食ってみてください。マジうめえこれ。ずっとそこに置いてたやつでしょ。大丈夫なの。干してあればさ腐んないから。お店で何でもかんでも出てくるのが普通じゃないから、働いて家帰ったら飯が出ると思ったら大間違いよ。でもそこに肉何なの。わかんない。腐ってない。腐ってない。何の肉これ。お意外とうまい。あんよく言えるな。おい何しとんねん。もったいな。めぇ酸っぱい味なんか。まあ、食べれんことは。じゃあちょっと岸君もどうぞ。はいガブッ。うわぁ、いい肉がいったね。確かになんかしょっぱい。おい血出しすぎやな。ほほほろほほ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 。ダメやって。食べない方がいい。マジで食って石膏ボードジャリジャリが入って。他には見せないですか。あるけどすげえ臭いんだよ。なにそれ。川で釣ってきたスモールマウスバス。それバスって食えんの。そうちゃんと飾り塩もしてあるし綺麗だし、もともと食用で、でスポーツフィッシング用に赤星哲馬っていう実業家で家族っていう人が日本に仕入れて、あとこのスモールマウスバスはまた時代が別。ちょっと待って小島さん、あの最初からこれ出せよ。こちらも美味しそうやん。これ腹壊さない。これねもう全部焼いてある。さどうぞ。いらっしゃいませ。じゃあ舞ちゃんこれ。じゃあ食べてみます。さあ初めてのバスだ。いただきます。もう美味しそうか。え、うま。普通にうま。結構うまいね。え、あんま臭みない。うん、あ、うまいわ。ちょっと生臭いけど。てか、なんかここに扉あるけど。なんだこれ。結構開いてみようか。ガチャ。やだー。待って髪の毛ある。おーさあ、置いてよ。で、これ何これ。戻して。戻して。戻して。謝って。はい。すいません。お母さんに謝って。お母さんの髪の毛。お母さんに謝って。早く。ごめんなさい、お母さん。申し訳ないです。早く。勝手に開けちゃダメだって。人のお墓を勝手に開けるなんて。何、お母さんの墓作ってないの。やめてって。そんなもん。どういう状況これ。お母さんの髪の毛でしょ。死んでも髪の毛って燃やさない限り残るんです。そのまま置いてあるのこれ。悪いですか。悪いだろ。そのまま置いちゃう。いやいや悪いだろ。この辺仏壇だから、仏壇代わりにここにお母さんが埋葬されとるっていう体で毎日お祈りしてるみたいな感じかな。いやちゃんと毎日ここにお母さんの遺品置いてお祈りしてるんですよ。ここでお祈りしてるの。そうですよ。何が悪いですか。だったらもうちょっと立派な仏壇作ってあげた方が。関係ないでしょ。あんたたちにはお墓に成仏させてあげないと。成仏してるでしょう。ここで火葬場で燃やしてちゃんと骨を。燃やしたらなくなるでしょう。ね、知ってた小島。負けたらちょっとぶっ飛ばすぞって言われてから。ガンガン開けてはあかんって。あなたたち二人は家族はいないんですか。僕は独身です。私も独身です。もしも息子娘とかできてまたなんかアメズ団のことに対して調べてたらやばいことになりません。まあいるだろうけど、そんな活発に活動してないし。まあ今でもね多少の嫌がらせはありますよね。まあいたずら電話とか。生活一生ありそうだ。あとね花とかね置いてたら荒らされたり。じゃあちょっとこっちに行って皆さん寝泊まりしてみましょうか。泊まってたら何か起きるかもしれない。あーどうぞ。あーすいません。学べよ。もうやめてください本当に。もう勘弁して。おいおい
いいですよ別に、まあ、犯罪行為じゃないですからね。あなたがもし何か犯罪を犯すときには覚悟してください。ちょっと兄貴怖いんだけど。なんかでもさっきみたいな心霊現象みたいなのちょっと収まったね。なんか受け入れてくれてんのか。ここで一泊今から開始したいと思います。いつもはあっちの部屋で寝てんの。こっちの部屋では寝てないんだ。こっちは怒られる。寝ると。なんで怒られるの。お父さんとお母さんの寝室でやるんで。神聖な場所だからね。でも死んだ場所なんで神聖とか草もないくない。なんか環境最悪なのにすごいなんかブツブツうるさいね。やるし。でもよくない。駅から徒歩10分だもん。自分で直せばすごく安い1万8000円の家賃の家が東京都内のいいとこに誕生。しかも風呂付きだよ。他にこの家で起きる心霊現象とかあるんですか。ガタガタは言うよね。夜中の2時とか3時とかもうトラック通ってないのにガタガタガタとか全然あるよ。天井がどん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 と聞こえてくる。そうでしょ。ネズミじゃないですか。いや本当か。なんか足音みたいに聞こえたけど上誰も住んでないですよね。だってベランダだから。誰かいるんじゃないの上に。別にさ金盗まれるわけでもないしさぶん殴られるわけじゃないんだし。盗まれる金ないだろ。そうないね。そのうちあの俺これ古着屋さんにするから DIY して。ここで昔のその受刑者とかの顔をプリントした T シャツ売りたいんだよね。大島ブランド。そう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 。小島な。寝てみましょうか。ドフトおりますよ。現場にあったやつでしょ。現場にあった時も敷いてなかったですもん。いや、そういう問題じゃなくてさ。いわくつきではあるよね。そのまま靴履いたままでいいよ。アメリカンスタイル。そうそうそう。ここだけ西洋を取り入れてる。あーまあ、ちょっとな。あーやばい、ほらほらほら。めんどくさいな。じゃあ、こう横に。よっこらしょ。はい、どうぞここ。よっこらしょ。よっこらしょ。はい、どうぞ。じゃあちょっと一泊してみましょうか。小島何してんのお前。俺ね、夜はね、ウーバーイーツとかね、出前館とかね、そういう系のバイトで働いててね、自転車で配達する仕事やってるんで、首が痛いんで、ずっとあの自転車乗ってるから。だからこれでこう首をガーって、肩こりのあれが。そろそろシャンスの中身見せてくれませんか。どうです。中には何が入ってるんですか。それは言えないですよね。息とかしてないですよね。してませんよ。してませんよ。ここに死体があるってこと。そう。だからそんなような可能性があるでしょ。無理だね。やりかねないよ、この人たちは。弁護士ですよ、やらねえ、ちょっと兄貴笑ってるんだけど、この人中身を知らないと、私安心して寝れない、うん、怖いよね、小島さん気にならない気にならない。どうしたどうした。俺も早くお父さんとお母さんのところに行こうかな。こんなところで寝れるかな、マジで。待って、なんか、なんか俺ゴルの音聞こえん。え、本当よ。本当だ。何これ。ねえ、何なんか鳴らしてます。携帯鳴ってるとかじゃなくて。携帯持ってきてないです。え、待って、何これ。え、何この音。怖いんですけど。俺ゴルの音聞こえる。これいつも聞こえてくるの。朝のラジオ体操みたいな感じで聞いてる。やっぱこんなとこ止まれんよ。なんか変な俺ゴルの音聞こえる。小島一発撃して場を賑やかにして。新しいバカが来た、希望のバカが。聞こえなくなった。あ、もう聞こえなくなった。俺のアホと住んでる目には見えない闇の住人たちのこのせめぎ合いみたいな。アホが勝つか闇の住人が勝つか、最後に立ってるのはどっちかな物件。この際霊がバッて目の前に出てくるわけじゃないやん。前の気持ちとしては幽霊いますってことを確かめて、それを分かった上でこの24時間生活過ごしたい。だからさ、霊を逆におびき寄せてしまいたい。いるかどうかっていうのを識別して、それでなら生活できる。まだ逆にいるかいないか分からないこの瀬戸際みたいなのが怖すぎる。じゃあコックリさんしようか。じゃあ してみる。マジで。あれ、お父さんとお母さん降臨させませんか。そっちの方がヤバいだろ。できるんでしたらいいの。いや、でも会いたいんじゃない。会いたいね。養鶏場からさ、鶏の首取ってきて、ここで血撒いてエロイムエスタイムしたら、サバトで悪魔呼び出せっから、たらバケモンとバケモン、幽霊とバケモン戦わせようぜ。なんでやねん。バケモンにはバケモンぶつけんなよ。なんでやねん。痛い。システム今のバーンってきて、痛み、ビビビきたらこう痛み抜くみたいな。それじゃあここにコックリさんのボードを用意しました。コックリさん呼ぶんじゃなくて、お父さんとお母さんを降臨させていいですか。はい。お父さんとお母さんの名前何ですか。勝久と幸子です。幸子から降臨させましょうか。せーの、幸子さん、幸子さん、おいでください。おお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 おえ、誰か動かした。動かしてないよ。マジ下手なことすんなって。これ途中で終えたらさ、ダメなんだよ。コックリさんとかって話したら呪われるよ。幸子さん、幸子さん、性癖を教えてください。おお、まあ、なに怖い。おまんたち。何やねん、おまんたちって。俺たちのことはおまんらみたいな話や。お前らが性癖じゃみたいな。勝久さん、勝久さん、おいでください。ほんと、うわ、いかつ。お父さん久しぶりだね。お父さん、え、大丈夫そう。ビール飲んでるよ。え、見えてんの。なんか寒くなってきた。ここ座ってますからね、お父さん。そこにマジで言ってます。どこ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 。お兄さんの膝の上に。ちょっとちょっとちょっと、いや
いやいや、そこでよくタバコ吸ってたね。ちょっとお父さんがびっくりしたじゃないですか。ママ、お風呂もなんか寒気してきた。だんだん窓閉めるかって聞いてますよ。すごい気使ってくれる。あ、自分閉めましょうか。お父さんがやるって。お父さん肉体がないから俺に乗り移ってる感じで、手で閉めたかった。今なんか閉めたかったわ。似てんだよ、小島。そこのタンスの中が本当に気になるんですよ。そうなの。それが気になって夜も寝れない。小島、開けろ。そーっとね。あ、ジェイマン。え、ちょっと、おい、何よ、閉めろ、開けろ。おい、なんで開けっぱにするんだよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。お父さんには開けるなって言っただろ。聞こえてねえのかよ。お前、格安で家借りてんだろ。ルール守れよ。おい、すいません、すいません。お前、お父さんの声はなんで聞こえねえんだよ。こんだけ住んでて。ちょっと、入ったり入んなあ。謝れ、俺はお父さんに。謝れよ、ほら。いつものように。謝れよ、ほら。お父さん、ほら。すいません、ほら。お父さん、すいません。おい、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 もっと前だ、おら、おら、もっと、つまずいて、早く、おい、ねえ、やばいって、中にジーパンあったけど、どういうことですか？え、ないよ、そんなものは。じゃあ、見てみたらどうですか？いけ、小島。あなたが言ったらどうですか？見てみなよ。おい、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 止めろよ、止めろよ、判定してください。なんで止めるんだよ、判定してください。しかも今騎士思いっきり踏んだぞ。はい、謝るよ。10秒以内に謝る。早く、やめてよ。すいません、最後もさっきからお父さんの片身みたいなもんでしょ。要するに、よかったよ、死体入ってなくて。何も入ってない。本当よ。ズボンだけ。お父さん泣いてるよ。お前ら忘れろよ。あー、ハゲる。ちょっと待って、本当に気にしてるからやめて。ハゲる。本当に気にしてるやつだよ。それ触っちゃったじゃん。踏んだし、ハゲる。早く謝れ。ほら、小島さんみたいにもっとだ。ほら、ごめんなさい。おい、ごめんなさい。ごめんなさい。カルト的だな。見せられてる。もう行くぞ、行くぞ。お父さん、もういいかな。許してくれるかな。もういいですか。いいのか、お父さん。お父さん、もう一回。もういいでしょう、君たち。ちょっと寝ましょうか。でもこれでもうハゲないですから。じゃあみんなおやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。って感じで、あれから数時間経ちました。まだ朝から撮り始めたんで夕方ぐらいだと思います。ちゃんと寝てた。まーちゃん起きて。意外と寝れるっしょ。土手で寝てるとさ、蚊とかすごいんだわ。親父狩りとか土手で寝てたことあんの。うん、やるとね、壁あるとね、違うよ。キャンプでテント張っただけで違うんだから。夜はあっちで過ごしましょう。一旦また隣の部屋に移動してきました。ここでもう完全に寝るという感じにします。はい、ちょライトつけました。ここで心霊現象起きるのか検証しておこう。ここは小島さんの家です。岡崎さんたち、はい、お父さんとお母さん、ちゃんと供養されるといいですね。そうですね、はい、供養されること望んでないだろ、あの人たち。もう一緒にここで住みたいみたいな感じやん。一緒に住むことが供養でもありますからね。小島さん、霊呼びつける技ないんですか。チベットの倍音とかやったらええんちゃう。じゃあちょっと呼びつけてみてください。それで、すごい。霊は来るか。やめてやめて、怖い。これやったら呪われるじゃん。YouTuber いろんな暗夜とか事故物件で泊まっとるけど、メンツが多かったら楽やな。人数がいたとて3人ぐらい頭おかしいから。誰？弁護士2人と小島だよ。小島、マンゴー、ゴリラ。いいよ。何をするんだ。呼ぶんでしょ。お塩を巻いたらちょっとずつ、ちょっと居場所がなくなるから、所定の位置にだんだんこう追い詰められてって、最終的にもうやめてって感じで出てくるかもしれない。じゃあやってみてください。でもあんまり巻くと怒られるからな。うわー、パラ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 。もうやめる。もういいだろ。和子さん、あきらくん、おいでください。もういいんじゃないですか。もういいだろ、それぐらいにしておけ。はい、もうやめます。やめろって言ってたろ。おい、何やってんだよ。ほら、どんな前だ。ほら、なめろ。ほら、おい、やめなさい。やめろ。ほら、なめろよ。ほら、塩なめろ。ほら、どうしたの。取り届けよ、早く。おい、何やってんだよ。おい、早く謝れよ。お父さんとお母さんと兄貴に謝れよ。おい、お姉さんにも謝れよ。おい、家に謝れよ。大丈夫。何やってんだよ、お前は。おい、ちゃんと謝れよ。ちゃんと使えよ。おら、使ってみろよ。おら、
めっちゃしょっぱい、これ気持ちいいだろ。15時間ここで生活してるんですけれども、残り9時間泊まりながらゲームしよう、俺と妹は。あと残り9時間借りますよ、ここの家。まだあんの？こういう予約付きの物件だと持ち主も頭がおかしいということがよくわかりました。まあいろいろ事件があったってことで、岡崎一家がね、これから平和になることを僕は祈ってます。友達の小島さん、よろしくお願いします。また、あ、すいません、よろしくお願いします、はい、安全に住んでください。仲良くしましょうね、はい、どうもすいません。小島さん、最後に一言あります？いや、特に何もない。俺の家から今すぐ出てけ。じゃあ僕からゲームしようか。やっぱり事故物件は怖いね。事故物件でゲームをしよう、今から。最近ハマっとるゲームがあるの。いいな。カピバラ GO ってゲーム。え、かわいい。スタートします。うん。戦いを始めてみます。で、こうやってテキストとかもあって、なんかストーリー性があるよね、しっかりと。なんか楽しい、そういうの。その電車の中とか、まあ、通勤中とか通学中とかでもこうやって楽に、まあテキスト読まないときは読まずにできたりで、ちゃんとしっかり、まあ、家とかでこうやって画面に向き合って やるときはこうやってテキストを読んで楽しむなり。で、このキャラが可愛いよね、またこれ全部出てくるキャラも可愛いし、絵柄も可愛い。で、これで出たものが獲得できたりで、スキルグッドランキー、 HP マックス、まあマックスだから今は意味なかったね。よし、次の日いきます。よし、敵が現れた。で、これ敵かわいいな、なんか。お、いけるいける。オッケー、倒せた。オッケー、オッケー。で、こうやってストーリー進めていくと、出てきた敵がまた、いろんな敵がおるんよね、これかわいい。倒せ、オッケー、コングラチュレーション、バトル勝利。で、こうやってスキルを選択するの、これ勝つためにね。じゃあ、なるほど、これを使って、敵を倒しやすくなる。そう、で、投げナイフで毒を付与してみようか。ここでなんかサクサクできるからいいよね。文を読みながら楽しむこともできる。で、これ今序盤の方なんで、結構簡単に敵倒せます。おお、いいね。よし、じゃあ次は攻撃力2倍にしよう。バフをかけるんです、これで。お願いします。攻撃力を上げて、サクサクと敵を倒す。レイジスキル回復と、なんか選んだりしたりして、こうやって敵を倒すために戦略を練っていく。結構頭も使うし、男心くすぐるゲームになっております。感じです。お、倒せた。オッケー、いいね、いいね。連続で倒せてるよ。いいぞ、いいぞ。ファイト。オッケー。わ、ちょっと強そう。そんなことない？大丈夫？ちょっと強いね。オッケーオッケーオッケー。いけいけいけ。オッケー。おー、勝った。勝った勝った。次の日って感じで進めていくと。スキルを選択、レイジの達人選べましょう。で、キャンプを見つけることができました。休むことができると、ここで。で、体力回復する。よし、エリートが襲ってきた。お、ちょっと強いぞ、これは。どうしよう、勝てるか。やばいね。やばい、ちょっと強いぞ、これは。やだやだ、負けたくない、負けたくない。おー、いいよ、いいよ、いい勝負になってきたよ。オッケーオッケー。もう一回、もう一回、大技見せて。ま、ね、待って。あー、負けちゃった。負けたんで、装備を強化して、レベルアップして、それで挑戦していこう。そうしましょう。で、移動して、こう挑戦。で、やって、強化をするという感じです。あ、オッケー。オッケーオッケーオッケー。で、3層目で挑戦しましょう。で、強化をしていくという感じです。オッケー、勝利。よし、で、一括強化をします、これで。一括強化、攻撃力を高める、レベルバグ。おー、めっちゃ上がった。このゲーム、イベントがありまして、ダンジョンクロールモードというものをやっていきたいと思います。はい。で、ドラゴンの巣に突入。じゃあ挑戦するぜ。行くぜ。行きます。おー、勝利しました。スタートに突入を次やっていきたいと思います。はい、やってみましょう。挑戦。これ難易度1とかなんで、サクサク終わります。おー、オーケー、ワンパンです、ワンパン。おー、すごい、早早いです。で、難易度2とかも挑戦して、サクサク、なんかどんどん難易度上げていく感じですね。3つ目のこちらもやってみましょうか。よし、挑戦します。オッケー、いきます。まあ、これ難易度が弱いんで、ワンパンですと思ったけど、ワンパンしなかった、これは。いけた、オーケー、勝利。こちら3つがダンジョンクロールです。挑戦の塔をやっていきたいと思います。やっていきましょう。やっぱいろんな、こうやってね、バトルがあるからいいよね。おっしょり、サクサクするためにね、スキップ機能もあるぞ、こうやって。これめちゃめちゃありがたいね。時短でできたりするから、報酬を受け取れると。オーケー。挑戦の塔はチュートリアルをクリアすれば解放されます。コロッセウムとダンジョンへ進むは、ゲームをさらに進めると解放されます。このゲームですね、なんとスキンってのがあって、いろいろ外見をね、変えることができるんですよ。かわいい、めっちゃこれいいね。なんかね、着せ替え機能みたいなのもあるわけですよ。かわいい、かわいい、いいね。解放してって、これ。で、カエルとか、玉ねぎ騎士とか、コタロー、カレッジ明治マント、旅行をカエルとか、なんか英雄の服とか、英雄の服とかかっこいい。かっこいい。カエルとかいいね。ウサちゃんかわいかった。そう、ウサギめっちゃよかったね、これ、うん、これすごいいいね。かわいい。カピバラいいな、これ。かわいいな。そう、こういう感じな楽しみ方もできるから、女の子にもおすすめだね。やっぱりカピバラ子は楽しいな。ぜひぜひみんなプレイしてみてください。詳しくは概要欄をチェック。チェック。チェック。